この度はお集まりいただきまして誠にありがとうございます朝の姉妹プロジェクトの姉の方朝の瑠璃です同じく朝の姉妹プロジェクトの妹の方朝のあかねです早速ではございますが朝の姉妹新曲発表に関しまして緊急記者会見の方を取り行ってまいりたいと思いますそれでは質問のある方から順番によろしくお願いいたします質問よろししいでしょうかはいどうぞ 今回、新曲を発表されるとのことですが、具体的にはどのように発表される予定でしょうかはい、そうですね。今回、VTuber 界とゆかりのある作家人によって、バッカニアという企画が立ち上がりました。こちらのバッカニアには、歌唱力に定評のある VTuber さんが参加予定となっております。えー、私たち朝の姉妹は、こちらのバッカニアにて、新曲を発表させていただく予定となっております。おー。 そのバッカニアとはどののよううなな企画なのでしょうかバッカニアってもともとは海賊を意味する言葉ですよねそちらとは何か関係があるのでしょうかはいこちらのバッカニアという企画はバーチャルシンガーによる新曲ライブを開催したいそしてそこで披露される楽曲を CD に収めたいという目標を掲げ2月の14日からクラウドファンディングをさせていただいておりますバッカニアという名前に関しましてはバーチャルと 海賊を意味するバッカニアを組み合わせた造語となっております。ある種決まった形が出来上がっている VTuber ーーシーンにバンドサウンドで乗り込んでいく。そんな思いを込めているそうです。なるほど。今回収録に参加されるのは朝の姉妹のお二人でしょうかそうですね。<laughs> それではお二人の楽曲に関してお話を聞かせていただけますかまずは妹のあかねさんからお願いします。はい、今回のテーマは 自分らしさとファンのみんなへの感謝の気持ちです。一曲はハイパー元気に、僕の一曲目のオリジナルソングに負けないくらいノリノリの曲で、収録中も制作陣の皆さんが思わず笑ってしまうくらい面白い歌になってます。もう一曲はいつもの僕とまた違う魅力を感じてもらえるような、思わずみんな泣いてしまうかもっていう感じの曲ですね。ぜひ皆さんにも早く聴いていただきたいです。なんだかワクワクしてきますね。 それでははさんお願いいします、はい、えー、私もうすでに収録が終わっているんですけども、えー、2曲ありまして1曲目はまあ、ワロックな曲なんですけども、まあ、1曲目のオリジナル曲「歌かた限とはまた違ったちょっと激しめというかダークな感じのワロックな曲になっておりますもうあの何、ー、て言うんですかねお姉ちゃんの思いの全てだったりとか言いたいことが全て詰まった歌詞になっています。 そして2曲目は、お姉ちゃん久しぶりに作詞を担当させていただきまして、こちらもまたちょっと、なんというか、まあ、暗めに聞こえるけど、ちょっと明るく歌って、吹っ飛ばしていきたいな、みたいな感じの曲ですね。いや、ちょっと、楽しみにしていただけたらっていう感じですかね。まずはまあ、開催中のクラウドファンディングの大成功を祈るばかりです。いや、新曲オンリーのライブ、ぜひやりたいです。 僕もそう思うだわにゃん。なるほど。ありがとうございました。Vtuber オタクの僕としてもとても楽しみです。私たちも頑張りますので、皆様何卒、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますなのだそれでは記者会見は以上となります。朝の姉妹のお二人、ありがとうございました。